オード川ダムは、滋賀県を移し、瀬田川荒井関付近で、淀川に合流する淀川水系オード川に建設が進められているダムである。1953年8月、オード川が集中豪雨により、氾濫、流域一帯で、死者44名、負傷者130名以上を出す被害が生じた。その後も、氾濫被害が続いたため、 国土交通省近畿地方整備局は1978年に洪水調節に加え不特定利水、上水道、発電を目的とした特定多目的ダムを計画した。その後、設計、用地買収などが進められたが、2009年現在に至るまで本体は未着工の状態である。ダムの形式は重力式コンクリートダムで、 高さは92.5メートル。水源地域対策特別措置法の対象ともなり、現在は保証交渉も終了し、滋賀県道16号大津しがらき線の付け替え工事が進められている。水没予定地の大津市上田中美大鳥居町、近年の公共事業見直しの機運の中、淀川水系においては、近畿地方整備局が諮問機関である淀川水系流域委員会に、 ダム事業の再検討を図った。議論の結果、2005年に委員会は、淀川水系で進められている、大戸川ダム建設事業をはじめ5事業すべてを、中止が妥当であるという答申をまとめた。これを受け国土交通省は、大戸川ダムについて、与野川ダムと共に建設中止する方針を発表した。この答申について、ダム反対派は歓迎の意向を示し、流域に、 全く利害関係のない田中康を長野県知事も淀川流域でも脱ダムすべきだとして投申を指示した。ところが肝心の地元滋賀県や大津市がこの投申に対し流域住民の安全を無視した投申として激しく反発ダム建設に伴い移転した住民も自分たちの犠牲が報われないとして不満を示した。特に滋賀県は 県道付け替えを進めており、ダム建設中止の際には工事費の保証を求める、東京港に建設中止に反対した。この地元の予想を超える、猛反発に、国土交通省は対応に苦慮し、滋賀県議会において、国土交通省高級幹部が、ダム建設中止は、決定事項ではないと釈明。結果2006年度財務省。 予算概算要求においても30億円の予算が計上され、建設は進められている。だが建設を求めていた、国松義次知事が2006年7月の知事選挙で落選し、代わりにダム凍結を公約とした、加田幸子京都聖火大学教授が知事に当選した。加田新知事は県内すべてのダム事業凍結、見直しを掲げていた。大戸川、 入量ダムのような国直轄事業の凍結、見直しも要求する、当田中知事の脱ダム宣言とは異なる、姿政方針であった。下流受益地の京都府、京都市も支持する姿勢を打ち出したが、大戸川流域を抱える大津市と移転住民はこれに、強く反発する。知事は当初ダム計画の見直しについて、変更はないと当選直後は表明していたが、 県議会で自らの治水政策の可視により、一人でも死者が出た場合は知事を辞職すると表明して、治水に対する取り組みを重視した。その後凍結を検討するダム下流域の自治体や、住民との話し合いや平成18年7月豪雨による長野県の被害もあってか、多少柔軟姿勢に転じ、他に有効な治水対策がない場合は、ダム建設もあり得るとした。 また2007年には、従来のダム凍結、見直しの方針はダムを全部否定するものではないとして、北側第一ダムやセリタニダムなど計画中の、県営治水ダム3つのうちの2つについて、治水対策には有力な案として計画していく方向を、県の HP で示した。これに対して、マスコミ各社は一斉に、脱ダム方針撤回、マニフェスト違反との集中攻撃をした。 しかし、この政策面の変化については2007年度予算の採決を控え、県議会で多数派を占める自民党県議や、今までの計画を推進してきた県職員の意向が背後にあった。したがって、知事本人としては、講演会の開放では、凍結、見直しのためにも現在計画されているダム、関連予算をつける必要があったと述べ、知事は2007年4月の県議選では、 ダム建設反対派、慎重派の候補を応援しダム建設推進派が主流の自民党を過半数は例へと追い込んだ。ただ選挙後も国営であるニューダムについて流水ダムの可能性を示唆した。元来の計画であった貯水ダムについては否定した。その後、5月になって大戸川ダムについても流水ダムは容認するコメントをしている。一方で、京都、 大阪両府の消極姿勢は変わらず、両府が支払いを渋る、負担金の一部を、滋賀県と地元自治体が建て替える事態が発生しているが、そのような状況に対して、国土交通省は、瀬田川の荒井関の全閉会症方針を示した。ただ、従来からあった滋賀県の要望を受け入れたというよりは、京都や大阪に対する圧力であると見る見方が強い。 その後2019年に三日月大蔵氏が県知事が洪水対策にダムが有効であると判断し住民の安全、安心のためには必要だと表明。国土交通省にも報告し黒川淳一郎近畿地方整備局長からは重く受け止めるとの発言がなされた。2020年に令和2年7月号により大戸川ダムと同様の長期化し凍結された 川辺川ダムの下流域が被害を受けた。それを受けて、流域六府県が建設容認に転換し、凍結が解除される方針となった。2007年8月、淀川水系の河川事業について、諮問を行う淀川水系流域委員会は、あまり、野川ダムを除く4ダムについて、事業継続を容認する姿勢を表明した。 これに伴い国土交通省近畿地方整備局は、オードガーダムやニューダムの事業凍結を解除し、建設に向けて動き出すことになった。この中でオードガーダムは、滋賀県の要望に沿った形で事業が変更となった。すなわち、従来の特定多目的ダム事業から治水に目的を限定した治水ダム事業へと、大幅に事業を縮小する方針を打ち出したのである。 淀川水系河川整備計画に記載される新しい大戸川ダムは現在全国各地で盛んに建設され始めている流水型ダムいわゆる穴空きダムであって普段は全く貯水しないダムとなる国土交通省直轄ダムでは縦のダム、アスワガーダムで取り入れられている手法であるが大戸川ダムも穴空きダムとして建設が決定されたこのためダムの規模や 貯水容量を含め変更が生じることになる。ありがとうございます。